だから自分の勉強で孤独を感じているんだったら、なんで孤独を感じるかって、そこが旅なんだよ。そこに愛があるんだよ。そこに本当の自分と向き合うチャンスがあるんだよ。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はね、LINE Q&A、LINE の Q&A じゃなくて、YouTube のコメントにね、すごいいい、もうドキッとしたコメントが来たんですよ。チャンスパオさんから、ね、勉強する時の孤独感について戦う方法を教えてくださいって来たんだね。で、これは実はちょっと、本当に深いお話になっちゃうと思うんですけれども、まず、勉強が、好きな人は勉強している時に孤独感をあんまり感じていないと思うんだよね。例えば僕はもう勉強大好きなのよ。で、もう25歳ぐらいの時からもう本当にね、もう仕事サボっても1日朝1時間勉強するとか、朝早起きして45分は勉強するとか、でも本当に休みの時とか仕事をスイッチして仕事がない時はもう本当に2週間とか毎日朝から夜まで勉強してるみたいな、超勉強をおバカなんですよ、僕はね。でも僕は学校の時、学校が大嫌いっていうか、勉強が大嫌いだったの。もう本当に超やりたくない、大嫌いで、僕は、慶応幼稚舎に行ったんだよね。慶応の小学校。だからその幼稚園の時からもう塾やってて、幼稚園やって、今度慶応入ったらまた塾が始まって、サマーキャンプとかもずっと、もう本当に僕に15歳、16歳の時までずっとサマーキャンプ行ってたんだよ。勉強サマーキャンプやな。本当にもう勉強で、今度小4とかになってくるとね、もう週3回は塾行かないといけないからね。で、僕の時代の時は、まあね、僕昭和55年生まれなんでね、結構厳しい塾でね、なんかね、よくあったら、お前泊まれ、門戦泊まれみたいなのがあったんだよ。だからちょっと宿題ができないとか勉強あんまりできなかったら、お前泊まりなさいみたいなのがあったよな。で、超怖かったのよ。で本当にチョークが飛んでくるとか、まだシャーペンとか刺さってると思うのよな、ね。まあだからそういう無理やり、本当に本人が全くやりないところにこういう勉強っていうところに押し付けるっていうことなんだよね。だから本当に僕勉強が大嫌いだったんですよ。で、この大きい変化が起きた時は、まあアメリカに12歳の時に引っ越ししたんですけれども、でそこでもずっと勉強があって、で今度、まあ高校の時にバーモント州のボーディングスクールで行ってた時に、僕ある日気づいたんですよね。ってこれやべえなって、子供の時から自分がやりたいとくないことをやれって言われて、で小学校もそうで中学校もそうで高校もそうじゃん。で今度この大学、いい大学に入る、ね、アメリカとか SAT とかって結構ね、すごい受験もあるんですよ、アメリカにも。でいろんな戦いがあって超頑張って、今度大学入ったら、今度大学入ったら次会社に入るためにめっちゃ大学で勉強しないといけない。で今度会社に入ったら、今度自分がマネージャーとか CEO とかになるためにめっちゃ勉強頑張らないといけない、やりたくないことつけていけないと。これいつ自分が本当にやりたいことできるの？で引退して60歳、その時はね、引退がまだ早かったんだよね。60歳だったんだけど、60歳になってやりたいことできるのって。その時より体もダメージ受けてるかもしれないし、何なのこの生き方みたいな感じで、すごいなんかね、顔が真っ白になってうわーとかなってた時期があったんですよ、ね。でこれね、ちょっと本当に自分がやりたいことを見つける勇気、本当に自分がやりたいことを探して入っていく勇気、自分の恐怖と向き合ってね、で事実を見つめて、自分の本当に嘘をつかない、自分の本当に自分にこれだっていうことを見つけて、それを実際にやっていく。でそうすると、怖い人とかダメだよとか出てくるのよ、社会の考えとか。でもそれは事実じゃないって、本当に心から自分に嘘をつかないでそっちに進んでいくっていうことをやっていっている中に気づいたことがあるんですよね。それはちょっと2段階に分けるんですけど、まず最初、ね、丸
罰感覚っていうのを外していく大切さ、特にこの令和の時代では、ね、もう昭和じゃないのよ、ね、ビジネスの時代も変わっていくのよ、勉強の時代も変わっていくのよ。だから昭和の勉強のやり方でこのね、例えばテストとかで、ね、40人のクラスメートのとかで、あなたは OK、 これをこの質問を答えなさいって言って、でその質問を一番罰なしで答えた人がこの中で一番いい人なんだよっていう、そういうバカみたいな考え方はやめなさい。本当にそれが人類の進化を教えて恐怖を生んでるんだよ。そうじゃないのね。だから自分の勉強で孤独を感じているんだったら、なんで孤独を感じるかって、僕正直ちょっと戻るな、2段階の話な、ちょっと今話が飛んじゃったんだけど、ね、だからそれはそのね、40人の教室、ね、教室の中であんたこの答えを答えなさいって、あんたこれやる人が一番偉いんで、これやった人がいい大学に行ってこの人はいい人生になるんだよみたいな嘘つくのもやめてください。やめなさい。でその嘘を信じるのもやめないといけないんだよ。これが自分の仕事なんだよな。人は嘘ついていいわけよ。人はどんな人生やっててもいいわけよ。この嘘ついてるやつにやめろって、それ本当に言えるかって、ね、でも何が自分はできるかっていうと、これ嘘だって気づいたらその嘘は信じなくていいわけよ。でもそうすると怖くなるわけよ。そうすると社会から外れるぞとかなってくるわけよ。そこが旅なんだよ。そこに愛があるんだよ。そこに本当の自分と向き合うチャンスがあるんだよね。でひょっとしたらこういう勉強は面白いかもしれないよね。こういう勉強をやっていると孤独って感じないよな。みんな一緒だもんね。ここからちょっと真面目な話になるんだけど、例えば私が朝勉強している時、ね、夜勉強、もう本当に僕勉強バカなの。もうあの勉強、朝起きて、ね、朝走って、ね、40分とか1時間勉強して、で会社に来てなんかこういう楽しいことをやって、でもう本当に早く森の中に行ってまた勉強したいの。夜も本当に毎日なんか、いやなんかネトフリなんて見てられない、勉強大好きなのよ。そっちに行きたいの。自分の魂が勉強を望んでるので、ね、で全然孤独さを感じない、孤独さは感じないな、うんうん、でもなんか僕になんかアルジェブラとか、なんかすごいトリガノメトリーとか、なんかすっげえ難しい数学のことをやれとか言われたら、多分僕麻痺になっちゃうと思うんだよね。ね、ポイントは、ね、もし孤独を感じているんだったら、多分それは自分にあんまり良くないことを勉強してると思うのよ。わかる？まだこの丸罰感覚を自分で持ってるのよ、ね、これはあなたが16歳でも14歳でも関係ないよね。これは魂の話だと思うの、ね、本当に、ね、だから本当に自分に対してこれは必要なのか、ね、っていうことを考えていくこと。だからこれ本当に親とか先生の責任でもあると思うんだよね。その人が本当にやりたくないことを押し付けてて、あんたこれやらないとダメですよって、あんたこれやらないとあんたの人生はダメですよって、ね、そういうね、そういう押し付け、ね、そのやり方を変えてみたら、本当に朝からね、夜までずっと子供に勉強させて、何が起こると思う、子供の頭の中で、ね、自分が罰なんだ、辛いことが終わんないんだっていう習慣、それを教えてあげているんだよね、子供に。でそれで、ね、経済良くなるかとか、当たり前良くなるわけないやろうな。そのぐらいのはぜひ皆さんにね、掴んでもらいたいんですよ。そんなね、だからそれを受けている、僕たちがそういうのを受けている人で孤独を感じているんだったら、ちょっとこれが自分の勇気になるかなとは思うんですよね、うん、だから正直言って、もし本当に自分が100点満点を取りたいと思ったら、めちゃくちゃ楽しく勉強すればいいと思う、ね、で孤独感を感じているんだったら、どっか図書館と一緒にみんなと勉強したりとか、いやこれは自分のゴールの中で、ね、本当にやりたくないんだけど、俺怖いんだけど向かっていくんだって決断してるんだったら、もう飛び込んで、冷たい湖に裸で飛び込んで、怖いぜ、でも体は後から温まるよ、うん、で仲間とかを一緒に行って見つける、
それか、いやこれ本当に誰のためにもならない恐怖から来ているものだと思うんだったら、それを手放す。そうするとそれを手放したら怖いよっていう自分がいるから、そこと向き合うチャンスかもしれないよね。なんか深いことになっちゃったんですけれども、だからよく考えてもらいたいんですよね。この孤独な勉強を続けると何が起こるのかって、ね、これ誰のために勉強をしているのか、自分が勉強することによって自分がいい数学の点数とか国語の点数とか歴史の点数を取っていい大学に入ったり、ね、そうすることによってあなたが本当に自分がやりたいことができる、そしてそれを通してこの世の中がこういう他に孤独な人がいなくなるように、もっといい教育に変わるようにっていうために、あなたがこの孤独の勉強を通してステップアップできるんだったら、ぜひみんなのためにやっていただけると本当に感謝だよ、心からありがとう、そういう感じでこのビデオを締めたいと思います。 I love you guys and you're not alone. 一人じゃないからね。 All right, これからも一緒に頑張っていこうぜ。 All right, I love you guys. I'll see you next week.